旧統一教会、世界平和統一家庭連合に謝罪いたします。申し訳ありませんでした。これまで統一教会を何度も動画のネタにしてしまい、申し訳ございません。著作権法を遵守した動画を何度も投稿してしまったことは、とても罪深いことであり、大変申し訳なく思っています。私はマスコミのように映像を使用しているわけではないので、私に対しては何の圧力にもならなかった。というのは痛ましい事実です。今後は真摯に反省し、しっかりと悔い改めて、著作権法を遵守した動画を作っていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。また、統一教会を批判しておきながら、視聴者兄貴から献金、スーパーサンクスを受け取っていたことについても、深く謝罪いたします。統一教会の被害者は、このように証言しています。献金を迫る際に教団は、不幸なのは先祖の因縁であって、供養するにはお金が必要。このままでは君も地獄に落ちるなどと主張し、信者の不安を散々煽った上で、高額な宝石や壺などを売りつけるそうです。私は、そのような集金方法をしたことがありません。そのような効率のいい集金手段があったとは、私は知りませんでした。今は自分の無知を恥じております。勉強が足りませんでした。申し訳ございません。今後は真摯に反省し、レイヤーに献金しても、何のご利益もありません。ということを、強く主張してまいりたいと思います。また、レイヤーに献金しても、自分の財布からお金が減っていくだけで、何もいいことがないよ、ということも主張していきます。スーパーサンクスありがとうね。また、ネット上では、統一教会は反社ではないか、という意見もございます。これに対して、木原政治官房副長官は、政府が反社の定義を決めることは、難しい、と発言しています。一方で、公明党の副代表は、統一教会は反社会的、と発言しています。公明党が、盛大なブーメランを投げてしまい、大変申し訳ございませんでした。公明党に代わって、統一教会に謝罪いたします。この件について、公明党に抗議のメールを送る。のは面倒くさいので、公明党に心の中で、強く抗議いたします。ジェイブプレスの記事から引用します。記事タイトル統一教会は反社的、自ら起こした訴訟でそう主張していた、聖光参議院議員。その統一教会のいわゆる学生組織に、原理研究会がある、文鮮明が示した教義統一原理を研究する組織として、主に大学の学生サークルとして活動しながら、浸透勧誘している、この原理研の出身であるような、書き込みをされたとして提訴しているのが、自民党の世耕弘茂参議院議員だ。重役しかも現在は、参院幹事長として自民党の職にある世耕氏は訴状で原理研や統一教会に対して反社会的な団体であるとの印象を抱く者が少なくないと明記、書き込みは社会的評価を低下させるものであるとして名誉毀損に基づく損害賠償などを求め、2019年8月に東京地裁に提訴した。自民党の議員がうっかり統一教会は反社会的な印象を受けるなどと主張してしまい、大変申し訳ございませんでした。また今回の騒動で統一教会と同一視されてしまっている反社会的勢力の皆様にも風評被害が及んでいます。この点についても反社の皆様に深く陳謝します。小林亮の指を10本落としますので、どうか許していただければ幸いです。たびたび動画のネタにしていることも申し訳なく思っています。しかしマスコミに圧力をかけるようなことをすると、私は逆にもっと投稿したくなってしまうのです。最後までご視聴ありがとうございました。